古谷さん、やばいっすよ。やばいっすよ。早く、早く走らな。よくよろマンボが。はい、早く早く走る。そう、もう1万円買ったん。よくエロマンボウ。そう、もうおるで、おるで。パドック次第で。おるで、おるで。古谷さん、どうすか。最高の、最高の出来栄え。短所なんもいけます、これ。5万。5万。5万級のよくエロマンボウ。いや、来ましたよ、よくエロマンボウ。多分世界で一番好きでしょ、よくエロハン。よかったですね、でもこんなあの吉富とのスリーショットはしないらしいしないらしい、気が乗って、ピシッとしてピシッとして、偉い。開始まで探してんのにおらへんで、どうしよう、もう走り終わってたらもういない。もういない。やっと本番よ、もうもはや。こっからで。どこにおるやろ、よくエロマンボウ。あれでしょ。まだ走ってへんで。全然。吉富さんなんか遊んでますぜ。よくエロマンボウ。よくエロマンボウ。止まってるやん。ピタって止まってんで。あ、来た来た来た、走ってんで、走り始めた。よくエロマンボウめっちゃ走ってるやん。お、雰囲気ありますね、あれ。雰囲気、雰囲気ありますね。あるぞ、よくエロマンボウ。よしとみ、これはあるな。よかったっすね、よかったっすね。全部これもう勝ちの笑み見ました。雰囲気はありましたね、確かに。圧勝。よっしゃ、じゃあ馬券買いに行きましょう。もう馬券買いに行きましょう。ゴール前まで行きますか。ゴール前まで、ゴール前まで行きましょう。ダートのゴール前、よくエロマンボウ今後勝つかっていうのを考えるレースでもあると思うんです。ここで負けたらもうどの番組に行ったらいいかっていう。騎手じゃないです。騎手もうよすとみさんじゃあかんと。大野とか、大野、大野さんとか、そういう新しい風が、ね、そういう新しい風がいい。ノリさんもあかんし、ノリさんもダメだったし、ライアン・ムーアでもダメやったんすよ。あ、まあ確かにそうですね。そう、松岡まさみ、そうそう、松岡まさみ。ウィンブライト松岡まさみ。松岡まさみでいい。ああ、それは良さそうっすね。なんか松岡まさみは良さそうっすな。良さそう。ちなみに欲エロマンボの馬券はどんなん買ったんすか。単勝1万円。お、単勝1万と、はい。やっぱり絶対1着ないんで。1着は絶対ない。から？から3着。ああ、3着こと、3連単。二通り。それが一番良さそうっすな。はい、それ参考にさせていただいて我々も馬券買いたいと思います。頑張りましょう。でポジションはゴール前。ゴール前にも。はいはいはい。ここら辺で。僕も乗りましたよ、古谷さん。3着固定、3着固定。あ、無本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 一切やん。いや、8入れてる。あ、ちょい入れ、ワイド。いや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 、これテンション上がりますな。これを見に新潟まで来たんやと。そうですよ、これを見に。はい、ゲートに入りました。入ったよ、スムーズ。暴れてへんで。とってもスムーズ、とってもスムーズ。走る気しかしてない。吉富さん、スタートしました。お、出てるやん、スタート。おー、いい、ちゃんと。すごい、そう、電波がね。いいよ、いいよ、いい、大丈夫、大丈夫。おーおーおー、よし、そのまま。あかんで、そのままやったら。これゴール前やったら終わるやつだよ。18着。ゴール、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 ゴール。頑張れ。いやー、頑張れ、よくエロちゃん。あー、かわいい。今からスパートかけるぐらいがちょうどいいでしょ。そう、
全然エンジンかかるに 1400m いるらしいから。これからリコーダーに入るので、もう全然射程圏ちゃう。ほぼ一着。グイ差しじゃん、グイ差し。しかも全然離れてないですね。全然大丈夫でしょ。うん。いけるいけるいける。そしたら2番そのまま、8番も来いよ。いや楽しみだな、ゴール前。8番ありそうじゃないな。ありそう、なんかこの距離感は。あるぞあるぞ。頭あるんじゃんこれ。吉住さん狙ってる。これマジで、これ頭あるんじゃん。あるなんか飛んでない。飛んでる、飛んでるやん、うん、すごい。フライアゲイン、フライアゲイン、フライアウェイ。逃げろ。あるぞ、よくやろちゃん。あるある、やばい、ここからある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 、いけるかも。頼む、ここで反応せえへんのはいつも通り。そうそう、全然ある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 、やばい、ムチ入れられてる。まっすぐがいいんだよね、まっすぐがね。8番は、うわ、大外出した。いけいけ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、全然平気、全然来れる。やばい、よくやろちゃんどこ行った。やばい、来るよ、来い来い来い、ほら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 、来てる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 、伸びてる。あらあらあら、今でも最後伸びてましたね、異常なスピードで。もうあと3倍の距離、あとそうですね、あと直線 200m 以上欲しいですね。あれは誓ったっすな。でも伸びてますからね、あれ。伸びたの？画面から消えてるけど。一回消える。画面から消えたとこで伸びてるから。今6番、9番、1番。あ、これ一切当たってへん。一切当たってへんわ。あ、楽しかった。いやー、よくロードトゥーよくエロマンバー。まあ、道半ばで終わると思います。最後見れてよかったですね。よかったです。ラスト、あの直線、鬼のようなスピードできて、あんなペチって言うんだね。なんかね、惜しかった。惜しいよ、ほらほら惜しい、ほらあれ5着じゃん、完全に、ね、素晴らしい、まあ、じゃあ通常の、モードに入りましょうか。よくエロ会終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、では、では通常の企画新潟編第2部ということで、はい、ちょっとよくやろモンボでもう疲れ倒してますけど、疲れました疲れ倒したので、はい、もう緩く馬券バトルやっていきたいと思います。どうなってんの？あ、オレンジ黒か、オレンジ黒。おお、外しましたね。黄色が3着かな。うわ、3番来てるやん。うわうわうわ、穴の3固定して外した。うわ、またまたまた藤田奈々子さん取りました。7個転がしでしたね、今日は。財布の中全部行きましたわ。財布の中つくばそばあるから全額行きました。負けたらもう ATM ダッシュしますので。俺も金負けてくれ。これ何番応援したらいいんですか？4番、4と8。三内さん、あ、来た。三内さん、三内さん耐えて、贅沢は言わない、3着でいい。うわ、おたれになった。ピボットポイントだ。24倍、お疲れです。サーメンです。 ATM 行ってきましたよ。 ATM 行ってきました。
3連単1点全員ピースワンパラディが1着だったら死亡する馬券。もうこうなったらね、あのとにかく叫ぶ、叫びましょう、叫んで、あ、いい叫びしたなっていうので終わらせると、すっきり、すっきり、すっきりしましょう。トロヤさんのもう魂の叫びを聞きたいと思います。そのまま、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 よしよしよし、めっちゃ当たってるやん。俺だけかい、外した。これや、これ、これが新コツ。当たった。おー、すげえ、おめえ。ワイドマンたちが見てくれないから。おー、2500円57、これついたんちゃいます、めっちゃ。2着527。トロヤさん、どうですか、もう疲れ果てました。今のところ多分あの圧勝だと思います。そうですね。私ボロ負けで敗戦がちょっと当てたぐらいなんですけど、多分回収率でいうとボロ負けです。みんなで勝ちましょう、はい、と何からいきました。やっぱり名前で決めちゃいました、副賞。わあ、ええ感じっすね。宮地シルフィードとスマートアイビス、めちゃくちゃ穴やん。早そう。ええー、パイセンを。おお、なんかもう他点はくれん。私1.38、それやばそう。ピンク赤10倍つくんちゃうかな、これ最終、これ見に来たようなもんですもんね、よくエロとね、頑張りましょう、これでラスト。あ、師匠特別 G1、 じゃあ特別 G1、 頼む、ピンク、ピンク、とにかくピンク、ピンク来てほしいですよね、頼む。1キロ走ってくんねんで、これよし。赤のスタートが良かった。おお。え、赤で、赤いいじゃん、赤いいじゃん。赤ピンいいよ。赤ピン。赤いいよ、赤いいよ。ゼロ。赤刺して赤。赤が刺して赤。赤刺して。赤オレンジ強いわ。すげえこれ、これすごいっすね、これこれ、いやもうなんか外れてもええわ、これは絵も見ましたね、これ。ちなみに何が来たん、これ何が来た、オレンジは来ましたかね、オレンジと何やろ、めちゃくちゃかっこいいっすね、あれ。オレンジと緑だった。オレンジと緑。76だったら当たってる。いや、あるんちゃう、76。あ、76。あるやん。76じゃん。76あるぞ。え、76だったら当たるぞ。あ、なんかカメラの角度どうなってんのこれ。え、な、なに？え、なに？緑ちゃう？あ、緑や、緑。緑や、緑。パイセン緑。当たるぞ、当たるぞ、当たるぞ。オレンジ緑。おお。当たってるやん。おお。アリエスムーン。パイセン炸裂。おめでとうございます。これちょっと結果わからんようになったんちゃいます。ちょっと上戻って計算しましょうか。競馬じゃ。直線も面白かったですし、最高でしたね。お疲れ様でした。なんか。結果発表こんな感じでいいですか。はい、すいませんね。いや、ご楽しみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当いつも毎度毎度大変ありがとうございます。あの毎度これ歩きながらの結果発表もしないといけませんからね。結果発表をしていきたいと思います。で、まず我々の競馬ライフの回収率は実はここら辺に書いてるんですけど 75%。 いやー、やられましたわ。1万円分
11万円投資の8万円ぐらいかな。で古谷さんの投資は何ぼでしたっけ。1万3000円とかでしたっけ。はい、まあ、ここら辺に書いてますわ。ほんで2万何ぼか、2万2000円ぐらい、合計 165% すごすぎるやろさすが天才プロ馬券師。1レースで、いやいや、あれお見事でしたね。勝負がけをありがとうございました。本当にもうなんかね、私坊主なんでもうこんな感じですよ。もう私坊主なんでもうね、映る価値なし悲しい悲しいよ。もうパイセン当たりましたね結構、まあ、どうかなどうかな。特徴のリレーの時と多分、ね、3、4回当たったから、ね、当たりましたね。確かに当たってましたよね。そう、総払いもの氏は11番。馬主目線さんは何本ぐらい当たりましたか言いちゃいますか。はい、いやボロボロでしたね今日は。私と同じですか。同じ感じで半分坊主高い入場料でした。高い入場料。いやー、まあまたリベンジ戦です、ね、リベンジ戦ですな。じゃあ古谷さんまた来てくれますか。さすがありがとうございました。お疲れでした。お疲れでした。なんか新潟競馬場で多分オフとあるんでリベンジできますね。地方オフと新潟どこにあるのかね。あれ多分電気ついてる、あれちゃうかな。ナイター企業本日16万負け、お疲れした。僕はマイナス5万ぐらい旅して何してんねやろ。まあまあこの後、ね、はい、なんていうのやるかやらんか相談して、ね、あの美しい新潟競馬場引き取れるかわからんし、ね、もう目にね焼き付けて行きましょう。おそらく10年ぐらい来ないかな。うん、僕は一人観光に来る多分校長で面白かったね。今度はいろんな出会いに感謝ですな。いろんな出会いに感謝。はい、今日は楽しかったです。お疲れでした。お疲れでした。ありがとうございました。